霊霊社馬桜は、東京都台東区出身の落語家、落語協会所属。本名、木村隆夫、出林、正門、駒込高等学校卒業、1969年3月に7代目、立川男子に入門、前座名団割れ、1972年11月より、金原定商区と共に、楽屋入りし前座修行を開始、 1975年5月に6代目古今帝神、橋、長太郎花町、林屋玄平、立川子男子と共に煮詰め昇進、男性と改名。1981年に NHK 新人落語コンクール優秀賞を受賞。1982年12月に初代古今帝、新語、7代目、三遊亭窓加工、4代目吉原朝馬。 春風亭一朝、三代目、三遊亭古金場、柳屋千八、六代目古今亭新橋、立川男性、立川左段寺、六代目立川善馬で、新内昇進。1983年、男子の落語協会脱会及び落語立川流の創設に伴い、落語立川流所属となるが、1985年10月に五代目、霊霊舎馬夫の門下に移籍し、 翌年落語協会に復帰、霊霊社馬桜と改名、主に古典落語が中心で創作落語を演じる。その他にも延長座という三遊亭窓川さものの作品を演じる会を主催している。花組芝居の加納幸和や山下忠明等とコラボレーションし、プロデュースなども行い話題を呼んだ。読売年間2016年版 P564。P ありがとうございます。